え今日は一点解散見送りへ決定だはあの会見についてです。ここからは政治部の福井義人記者に伝えてもらいます。福井さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、取材をしていた私たちもですね、はい、来週水曜日の会期末が近づくにつれてこの解散という二文字がどんどん大きくなっていくので、えー、まあ本当にいいよねキリキリさせながらだったんですが、そ,すね、そんな中昨日岸田総理が記者団に対してこのように話しました。はい 今国会での解散は考えておりません、はい、ということで、うん、解散は考えていないと明言したんですね、はい、でこの明言したというのはわれわれも驚きました、それと同時に、はい、まあこれで解散の取材しなくてよくなったとっいうことで、まあ、正直、と <laughs> としたところもあるんですよねまああの本当にこの報道フロアもあるのかないのかって、ここ数日はずっとざわざわしてましたけど、はい、これ、本当の本当に解散はない そうでちま、ね、巷では政治家はよく嘘をつくなんていうことも言いますけれどもこれに関しては、えー、ないと断言できます今の国会では解散はないです。ないということですねさあそんな中です、ね、はい、この昨日の発言なんですがこれ官邸を出る際に総理がですね出てくるときに記者団がこう声がけした形だったんですけど実は、これその前にですね官邸側から、はい。 声かけするのがあればしてくださいと<う>アナウンスが内々にあったんですよ<ー>これ、珍しいことなんですけどつまりどういうことかというと総理が積極的に発信したかったと言えるんですねか案に声かけてくださいよっていうことだったわけです、ね、そ,うそうしたら言いますからっていうことですねな<ー>なかなか珍しいことあただ本当に急にあじゃあ解散なしっていうふうに決まったということですけれども、うん、水面下ではどんな動きが昨夜、自民党の幹部はですね、はい 総理は解散を模索していたのは間違いないと話していた、ねね、ただ、このタイミングの解散というのはです、ねまあ、難しかった理由がいくつかありまして、はい、主に3つあります、それがこちらですまず党の幹部の多くがやっぱり解散に反対していたそして直近で自民党が独自に行った調査でその結果が予想以上に悪かったさらに少子化対策など打ち出してはいたんですけども支持率がちょっと 伸び悩み逆に落ち始めてたといったことでまあ政権内でですねまあ普通この状況では解散は打てないよねという雰囲気が広がっていったんですね、はい、でさらにこれにこうもう一つ決定打となったことがありましてそれがえ今日の裏情報となりますこちらですはい、ニアリ会見が致命傷にということでこれ何なのかというと今週火曜日の記者会見でえ総理が解散について聞かれてそれを どういったかというその様子なんですけど見てください、はい、今の国会で衆議院を解散するお考えはありますでしょうか情勢をよく見極めたいと考えております不審議案は大理になるとお考えですかそれについて現時点ではお答えすることは控えますほうこの最後のちょっとまあ不敵な意味じゃないですけど見<つ>やりというのが はい、ちょっと物議を醸したじゃないですか、ざわざわする要因になったと、はい、そうなんですね、えー、まあそもそもこの選挙っていうのはです、ね、国会議員にとっては職を失うかどうか、うん、まあ命をかける一大事なんですよ、うん、そういったものに対して、この解散・総選挙の権利を持っている決定権者が、こういう不敵な笑みを浮、ま、かべながら語るというのが、この解散権をもてあそんでいるという,こう印象を一部、与えてしまったんでですね、はい、で政府関係者はですね。 えこのにやり会見、すこぶる評判が悪かった、選挙情勢が悪い、議員の命がかかっているのに余裕しゃくしゃくでにやりした、これはふざけるなどこの後日、そういうトーンになりかねないよと、選挙が弱い議員からすると、本当に解散するんですか、選挙あるんですか、ないんですかというのは、そ,そういう中で心中穏やかないのに、こういうふうに決定権者が。 表情するっていうのはやっぱり批判につながりやすいといことですねでさらに解散せずにですね野党のこの不信任案を否決したとしてもやっぱりこのニヤリ会見の印象だけは残り続けると だから自分の口で国民のことを考えて解散を見送りますと判断したことを自分の口で説明した方がいいという判断に傾いて最終的に表明につながったとといううことのようですで実際にこの岸田総理の発言が昨日あったわけですけれどもこの発言の影響というのはどううだったんですか、うん、そうですすかそね、まあ、あの政府・自民党内からはですね、えー、これちょっと一個飛ばしてもらいます。はい 政治空白を作っちゃいけないということで、うん、この判断を支持する声も上がっていますがその一方で厳しい言葉あります、これですね自ら解散風を吹かせて、うん、匂わせて結局解散しないとか人をもてあそんでいると今回は解散見送られたわけですけどじゃあ次、どのタイミングなんだっていうの。 はい、目星はついてるんですか目星はなかなか難しいんですけれども有力とされている考え方はまず来年の秋、はい、自民党の総裁選挙がありましてこの再選をどうしていくかというのが念頭の戦略にあると考えられています、うん、その中で物理的に大きくタイミングとしては今年の秋の臨時国会9月、はい、それ年明けの通常国会の冒頭ですね、うん、あるいは通常国会の終盤まさに ちょうど1年後の今頃この3つがあると思うんですがただ、秋以降というのはここにに書いてありますよう,にこう防衛力強化ですとか少子化対策の財源お金の話が始まるのでこういうように党内からですね やっぱり今回は絶好の機会だった。今年はもうないんじゃないのとか、と国民に負担を知るような話、増税の話ですかね、うん、出るかもしれない中で選挙は不可能だということで少なくとも年内解散に否定的な声がもう聞かれ始めた、ね。なるほど、まあさまざまな見方があるという中ですが斉藤先生どうですか。ですね、まあ解散というのはね、やは国民に心を問うということなんですよね。はいえー、あまりこうやってみようかなどうしようかなって戦略的なものではないよ。 いうふに思いますね。で、にやりっていうボディーメッセージみたいなのが妙に強く出ちゃったという。これは含みはないみたいなもんですけども、やっぱり責任ある立場の人っていうのはですね。ボディーメッセージも気をつけた方がいいかなと思います。まあ、ただ、国民第一に考えてほしいなと思います。